乗っていただいた上滑下キャリのキャリアアドバイザーのインデさんにご相談をしたくてオフィスに来ちゃいました。もうすぐ最終面接があるので今から最終面接に向けて相談に行ってきます。ゆかちゃん久しぶり。あ、元気ですか？お久しぶりです。すごい LINE ではやり取りしてたと思うんですけど、ちょっと今日対面で話せるって聞いて楽しみにしてきました。はい、就活最近どうですか？最近は何社か面接を受けていて、今受けているところはもう確実に内定が欲しいなっていう段階ですね。その受けてる企業って次ってなんかいつ選考とか決まってます？来週の火曜日に最終選考です。お、もう来週すぐですね。はい、今日話す内容としては、はい、その最終選考に確実に受かるためっていうところの対策の話、はい、がっつりさせてもらいながら、もしそこの企業さんが万が一残念な結果になってしまった時も、はい、しっかり納得して終えられるようにってところの進め方も含めて、今日は一緒にちょっと作戦会議できればいいかなと思ったんだけど、どうか。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。まずちょっと最終の対策の話をしたいんだけど、ゆかちゃん的に何が不安とかってあるかな？志望動機の方を伝えるときにいつも私はこの軸が3つあって、本社はこの軸のこういうところ、こういうところ、こういうところが当てはまっていて本社がいいですというふうに伝えているんですけども、もうちょっとなんかその本社じゃなきゃいけない理由を伝えるためにはどうしたらいいのかなっていうのをご相談したいです。自分の軸に当てはまってるから、はい、本社が第一志望ですっていう伝え方をしてくれてる学生なんてめちゃくちゃ多いかなと思うんですけど、はい、正直最終面接とかってなってくると、うん、そこだけだと他の就活生と比較されちゃった時に、はい、ちょっと弱いって印象を与えちゃうことが実は結構多いです。なんかもしゆかちゃんがいい感じの雰囲気の人がいて、これから付き合うのかな付き合わないのかなみたいになってる時に、はい、男の人側から僕が付き合いたい人の条件って身長が160センチ以下でなんか可愛らしい童顔な子で明るくて笑顔な子が自分のタイプだからゆかちゃんそれに当てはまってるから付き合ってって言われたら、はい、ちょっとなんか微妙じゃないっていうイメージ。結構微妙表面だけで、はい、中身を見てくれてないっていう感じの印象を与えちゃったりとか、はい、その軸に当てはまる子って他にもいるんじゃない、たまたま私が一番身近にいるだけなんじゃないみたいな、正直戻れちゃうかなと思うから、はい、なんかそこを企業にも当てはめた時にそうならないようにちょっと志望理由作っていきましょうか。 ありがとうございます。実際最終面接まで行って本当にみんな誤差の中で内定をもらえる人ともらえない人の明確な違いっていうのをお伺いしたくて、よく聞くのがあなた絶対受かるから気楽に待っててねとか、多分合格だから電話はすぐ来ると思うよって言われたのに、実際2週間ぐらい連絡が来なくてお祈りだったっていう体験もすごい聞くので、そこの合否の分かれ目っていうものをお伺いしたいです。それで言うと最終面接に進めてる時点で、はい、もうこの子はうちで活躍できるなっていうイメージが湧いてる子、はい、だから最終まで進んでると思うので、はい、ゆかちゃんも実際最終まで進めてるってことは、はい、自分は人柄としては合うって思ってもらえてんだなっていうところが自信持ってほしくって、はい、2点ポイントがあるかなと思ってて、はい、1点は自分が会社に入社することによる会社へのメリットっていうところを具体的にちゃんと伝えるっていうところと、なんか自分が入社後に会社でどうなっていきたいって思ってるかっていう将来像をちゃんと過去の経験と紐づけて話すっていうところの2点がすごい分かれ道になってるかなと思います。なので具体的にどうしたらいいかみたいな話で言うと、志望理由がなんかありきたりというか自分の感情とか経験が入ってない一般論みたいなのが語られちゃうと、結構人事の方は内容出しづらい。なんかさっきの恋愛の話に例えるのであれば、一人で生きていくのってすごいなんか寂しいなと思うし、可愛い子と付き合えた方が人生豊かになるなと思って付き合いたいですとか言われたらちょっと冷めるのと一緒かなみたいな感じ。一緒に付き合ってこんなこともしたいし、将来こんなカップルになれたら幸せだよねみたいな話をされた方がなんか絶対ワクワクするし、はい、あ、すごい自分のこと考えてくれてんだろうなって思うと思うから、うん、確かに将来の
キャリアビジョンが大事っていうのはすごい今よく分かったんですけども、実際にこう働いたことがない中で自分のキャリアビジョンを確実にはっきりこうって明確にしていくのってすごく難しいと思うんですけども、そういう時はどうしたらいいですかね。この質問実はめちゃくちゃいろんな子から聞かれる質問で、正直働いたことないから分かんないじゃんって思うのはなんか自然な感覚だから全然そこは大丈夫です。逆に言えば分かんないのにそれっぽくすごい作り込んじゃった方が、この子本当に思ってるって思われちゃうから、例えばなんですけど、正直働いたこともないし入社もまだしていないので、10年後のキャリアビジョンまでは正直に言うと分からないです。なんか今私は将来こんな人になりたいなと思ってるので、まずは5年目以内にはこんな風にやっていって、で5年目以降は例えばやりたいことが見つかったりとか会社の中で提案できることがあった時にそれを実現できる自分になりたいっていうところで、じゃあそうなるために5年目までにどんな風にキャリア積んどくといいよねみたいな話をなんか自分なりに考えておければ実際大丈夫だったりするので、この後もうちょっと2人で詰めていきましょうか。はい、ぜひよろしくお願いいたします。本当に今日はその最終面接の対策をしていただいて本当にありがとうございました、こちらこそ本当に来週頑張ってきてね。はい、頑張ります。でもやっぱり大きい不安があって、もしダメだったらって考えることが多いんですけども、今からの時期でも行きたい企業さんっていうのは枠が残ってたりするんですかね。なんかやっぱり今からの時期でエントリーするってなって、ぶっちゃけいい企業さんあるんですかみたいなとことかは、はい、すごい他の子も心配してる子が多いから、はい、でもこれは間違いなく本当に言えるんだけど、みんなが本当に心の底から行きたいって思える企業さん全然あるから、ゆかちゃんが万が一ダメだった時でも、私ちゃんとゆかちゃんが第一志望って思えるところを一緒に探していくから、そこは大丈夫。ありがとうございます。ちなみになんですけれども、どういう企業さんがあるのか教えていただきたいです。例えば、博報堂のグループ会社で、なんかデジタルマーケティングみたいなところと地方創生みたいなのと掛け合わせて、三方よしっていうのはよく聞くかもしれないんですけど、八方よしって言われるぐらい本当に関わる人全員になんかプラスの影響を与えていこうみたいなのをすごくやっている、あったかい基盤のしっかりしている企業さんもまだまだ採用活動をやっていたりとか、近しいところで言うとデジタルマーケティングってやつ分業してやってる企業さんが多いんだけど、顧客のためにっていうのを本当に大事にしてるからこそ、一気通貫で一人が最初から最後まで担当するよっていうのをやっているすごく温かい企業さんで、ここで言うと規模感も300人以上だし、年数とかも40年以上とかしっかりと続いてる企業さんだったりとかもするので、今って結構ベンチャーしか残ってないんじゃないのっていうような不安も結構聞くんですけど、全然まだまだそういう土台がしっかりしていて、マーケティングとかやりたいっていう子が多いから、そういったところも全然まだまだあります。あとは最近結構なんか営業あんまり頑張りたくないなっていう学生さんからもすごい悩み相談も増えてきてて、そうなった時にやっぱり事務職ってないですかって相談とかも結構受けるんだけど、事務職ってぶっちゃけ新卒だとあんまり求人の数って多くはないかなと思うんですけど、私たちはまだまだそういったところとかも紹介できるところが実はあったりとか、それこそなんか大手ぐらいの規模感のところもあったりするので全然大丈夫だし、なんか営業って辛いなとか、俺はしんどいなみたいなイメージが強いかなと、聞きますよね、そういう子だったら新規じゃなくてルート営業とか、あと既存のお客様の満足度を上げていくカスタマーサポート、カスタマーサクセスみたいなところを結構向いてたりする子多いかなって話聞くと思うので、なんかそういったところとかも全然まだまだいい企業さんあるので、そこは安心してください。この動画を見てくれた今就活絶賛頑張ってるよっていう学生さんもたくさんいるかなと思うんですけど、本当に今って就活しんどい時期だし、なんか自分なんて泣いてもらえるのかなってすごい悲しい気持ちになってしまうこともたくさんあるかなって思うんですけど、本当にまだまだ全然大丈夫だし、私が全然大丈夫にするように全力で伴走するしサポートもしたいなと思っているので、ちょっとでも悩みや不安を抱えている方がいたら、地方の学生さんだったら上活、首都圏の学生さんだったらスタキャリの方で全力でサポートしたいなと思っているので、ぜひお話できたらなと思います。今日はインデさんに相談させていただいたんですけども、自分の不安をめちゃくちゃ聞いてくださって、かつその答えを出してくださって、自信を持って最終面接に挑めそうなので、私も
頑張ります。みんなも一緒に頑張りましょう。